ぱりそして都会ですね。この北見と比べても遜色ないですよね。ここね、千歳デパート、千歳デパート、イオンができる前に千歳にあったデパートを名乗るお店が左側にあるんですけれども、これ今名前変わったんだよ、確か。なんちゅう名前になったんだと、ちょっとね、忘れましたけど、とにかく名前が変わっています。かなりね、昭和を感じる味わい深い、ね、建物です。これ左に、あ、右に曲がりますね。この辺結構ね、歓楽街が実はなっているという、まあ、女性は何といっても自衛隊員が非常に多いですね。歓楽街もですね、結構な規模の歓楽街があります。僕一回そのなんだろうな、ガールズバーに行ったことありますね。あの時何だったかな、なんかのトランジットでどうしてもそせに一泊しなきゃいけないとか、そんな感じだったと思うんですけど、その時に夜暇でですね、ブラブラしてたら客引きのお姉さんに聞かれてガールズバーに行きました。そせで飲んだのはそれが最初で最後だと思います。はい、そしたらここ左折しましょう。あ、この辺まで来るとなんか目の前のビルもボロいですし、かなりね、寂れてる感じはしますね。それでもまだまだね、商店街、商業施設が集積している場所が続いていますから、やっぱりね、都会だなとは思いますね。北海道の空の玄関口、千歳、これは千歳川なんだ。まあ、千歳川も千歳市まで来たら結構上流だから川幅狭いんだな、割と。そしてなんか道路工事中でなんか迂回路みたいになってて、走りにくくはなっています。目の前、右側にある建物が、ホテル日光千歳、今名前変わって、何ちゅう名前だったかな、昔の日光ホテルです。全日空ホテルに日光ホテル、さすが北海道の空の玄関口、大都会千歳ですね。なんだろうな、雪なんかね、お祭りの準備みたいになってる。千歳神社例大祭、まあ、そう、普通さ、神社のお祭りともなればそれなりに街を挙げてお祭りムードになって、で出店とかも出るんですけど、上高には違いましたね。なんか一部の建物だけ盛り上がっていました。あれは未だに謎です。謎はますます深まった。そしてこれは右に行ったら、千歳インターに出る道です。私はこのまま国道を直進してで左に曲がることにします。それは一気になんかね、空が暗くなってきて雨模様になってきて、大丈夫かな、まあ、今日車載道が変だからそんなに雨が強くならなければ撮れることは撮れるんですよ。で正面は航空自衛隊千歳基地ですね。ロシアから飛行機が飛んできたらここからスクランブル発進します。まあ、なんかね、ちょっと時間帯からは想像できないような暗さになって、そしてついに雨がぱらついてきました。こうやって遠く前まで行ったら土砂降りかもしれない。晴れるんだろうか、果たして晴れることはあるんだろうか、この先。いや、土曜日はね、天気悪くないって聞いてたんですけどね。いや、これは無慈悲な現実というやつですね。これを右に曲がると新千歳という、まあ、南千歳駅方面に向かっていけるわけですね。まあ、一気になんかね、空が暗くなったんですけど、どうしてくれようか、腹減ったな、それと。どうすっかな、千歳空港で何か食べようかとかって思ってしまうんだけど、
まで来るとどうせ苫小牧まで行ってもチェーン店しか見つかんなさそうだし、蘇生空港に行ったら高いけどそれなりにうまいものが食べれるし、とりあえずね、南千歳駅にまず向かいます。左は千歳線です。この道路の千歳線からもよく見えますよね。でここ結構ね、取り締まりやってるんで、レンタカー借りて北海道の道は広いと思って調子こいたら捕まりますので重々気をつけてた。そしてなんか大粒の雨が降ってきました。ダメだ、一回ね千歳空港で雨宿り兼天候調査した方が良さそうですね。まあ、その前にとりあえずね南千歳駅まではね撮ろうと思います。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。千歳駅自体はね、これ左車線ずれてれば自然と横を通過するんですけれども、問題はこの南千歳駅の反対側に行くのがね、すっごいね、面倒い。一応ね、車止めれるスペース、バス停ですけどあります。それで南千歳駅の反対側に行くにはじゃあどうするのか、出たとかある方に行くにはどうするのか、とりあえずここ左分岐して、空港連絡道路に合流して、千歳空港まで行くのかなって面倒くさくてしょうがないな。でもまあしょうがないよ。はい、青信号だけど随分進むのに時間がかかったのはなぜなんでしょうか。右折車が多いから右折車に遮られた、そんなところかな。この辺はレンタカー屋さんがやたら多いですね。まあ、多分この辺にレンタカー置いといて千歳で予約しておくと航空の空港まで車運ぶんでしょうね、きっとね。あるいはお客さんをレンタカー屋さんのバスに乗せてここまで運んできて、で手続きをして、北海道ドライブに皆さん出かけていくみたいな感じでしょう。
しょうかね。そばどころ、ごまそばってそば屋もあるんだ。農協なんだ。そば食べる。でもなんか営業してるかどうかちょっと不明ですね。まあ、雨やるか。謎だな。千歳の天気変わりやすいな。で、右は、アウトレットモールレアです。レアに行くときはJR さんの方がいいと思います。でも車で来るとね、今の僕みたいに迷いながら、迷わなかったですけど、ね、かなり面倒くさい道をシェフというためになります。はい、これが、南千歳駅裏です。一応駅前広場はね、今のところ切り曲がるらしかったんですけど、いや、とりあえずここを右折して、で、どうすればいい。ここをまた右折だな。エラーの前を右折だな。エラー大きいよな。いや、なんだかんだ言って俺エラーに行ったことって2回しかないんですよね。でもまあ空港から近いんで、ね、